雇用保険、事業主事業所に関する届出、適用事業所設置届、適用事業所廃止届、事業主事業所各種変更届イコール翌日から起算して10日以内。代理人選任解任届イコールその都度、雇用保険、被保険者に関する届出、被保険者資格取得届イコールその事実のあった日の翌月10日まで。被保険者転勤届、被保険者資格喪失届、雇用継続交流採用終了届イコールその事実のあった日の翌日から起算して10日以内。個人番号登録届、特例高年齢被保険者となるための申し出イコール期限の定めなし。個人番号変更届イコール速やかに、特例高年齢被保険者で亡くなったことの申し出イコールその事実のあった日の翌日から起算して10日以内。雇用保険、日雇い労働被保険者となったことの届出イコール資格取得した日から起算して5日以内。雇用保険、事業主事業所に関する届出、適用事業所設置届、適用事業所廃止届、事業主事業所各種変更届イコール翌日から起算して10日以内。代理人選任解任届イコールその都度、雇用保険、被保険者に関する届出、被保険者資格取得届イコールその事実のあった日の翌月10日まで。被保険者転勤届、被保険者資格喪失届、雇用継続交流採用終了届イコールその事実のあった日の翌日から起算して10日以内。個人番号登録届、特例高年齢被保険者となるための申し出イコール期限の定めなし。個人番号変更届イコール速やかに、特例高年齢被保険者で亡くなったことの申し出イコールその事実のあった日の翌日から起算して10日以内。雇用保険、日雇い労働被保険者となったことの届出イコール資格取得した日から起算して5日以内。特定法人、資本金1億円超の法人は次の1から5の届出等を行う場合には、電子情報処理組織を使用して行うこと、電子申請が義務とされている。1、被保険者資格取得届。2、被保険者転勤届。3、被保険者資格喪失届。4、高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続き。5、育児休業給付金の支給申請手続き。特定法人、資本金1億円超の法人は次の1から5の届出等を行う場合には、電子情報処理組織を使用して行うこと、電子申請が義務とされている。1、被保険者資格取得届。2、被保険者転勤届。3、被保険者資格喪失届。4、高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続き。5、育児休業給付金の支給申請手続き。憲法、事業主が行う届出、被保険者資格取得届、被保険者資格喪失届、被保険者賞与支払い届、事業主の氏名等変更届、事業主変更届、新規適用届、適用事業所全総届、特定適用事業所該当届、被保険者区分変更届、給付制限自由該当不該当届イコール5日以内。報酬月額算定基礎届イコール7月10日、報酬月額変更届、随時改定、育児休業、産前産後休業終了時改定、イコール速やかに。被保険者氏名変更届、被保険者住所変更届イコール遅滞なく。事業主代理人選任解任届イコールあらかじめ、憲法、被保険者が行う届出、保険者の選択の届出、年金事務所の選択の届出、任意以上の事業所勤務の届出イコール10日以内。被扶養者届、任意継続被保険者の氏名住所変更の届出イコール5日以内。介護保険第2号被保険者該当被該当の届出イコール遅滞なく。憲法、事業主が行う届出、被保険者資格取得届、被保険者資格喪失届、被保険者賞与支払い届、事業主の氏名等変更届、事業主変更届、新規適用届、適用事業所全総届、特定適用事業所該当届、被保険者区分変更届、給付制限自由該当不該当届イコール5日以内。報酬月額算定基礎届イコール7月10日、報酬月額変更届、随時改定、育児休業、産前産後休業終了時改定、イコール速やかに。被保険者氏名変更届、被保険者住所変更届イコール遅滞なく。事業主代理人選任解任届イコールあらかじめ、憲法、被保険者が行う届出、保険者の選択の届出、年金事務所の選択の届出、任意以上の事業所勤務の届出イコール10日以内。被扶養者届、任意継続被保険者の氏名住所変更の届出イコール5日以内。介護保険第2号被保険者該当被該当の届出イコール遅滞なく。国民年金、被保険者が行う届出、資格取得の届出、資格喪失の届出、種別変更の届出、種別確認の届出、第3号被保険者のみ、氏名変更の届出、住所変更の届出イコール14日以内。第1号被保険者の届出先は市町村長、第3号被保険者の届出先は厚生労働大臣。個人番号の変更の届出イコール日本年金機構へ速やかに。国民年金、受給権者が行う届出、受給権者の氏名変更の届出、受給権者の住所変更の届出、障害基礎年金の受給権者が子を有するに至った時の届出、加算額対象者の不該当の届出、胎児出生による遺族基礎年金の額の改定の請求、遺族基礎年金の執権の届出、加父年金の執権の届出、遺族基礎年金加父年金の受給権者の氏名変更の理由の届出イコール14日以内。加算額対象者の障害状態該当の届出、障害基礎年金の受給権者の障害状態不該当の届出、支給停止事由該当消滅の届出、個人番号の変更の届出イコール速やかに。現況の届出、現況届、受給権者の生存の事実を確認するための届出、海外居住者等が対象、生計維持確認届、障害状態確認届イコール大臣が指定する日、誕生月の末日。障害基礎年金所得状況届、20歳前の傷病による障害基礎年金の受給権者が毎年提出、イコール9月30日。国民年金、被保険者が行う届出、資格取得の届出、資格喪失の届出、種別変更の届出、種別確認の届出、第3号被保険者のみ、氏名変更の届出、住所変更の届出イコール14日以内。第1号被保険者の届出先は市町村長、第3号被保険者の届出先は厚生労働大臣。個人番号の変更の届出イコール日本年金機構へ速やかに。
国民年金、受給権者が行う届け出、受給権者の氏名変更の届け出、受給権者の住所変更の届け出、障害基礎年金の受給権者が子を有するに至った時の届け出、加算額対象者の不該当の届け出、胎児出生による遺族基礎年金の額の改定の請求、遺族基礎年金の執権の届け出、加付年金の執権の届け出、遺族基礎年金加付年金の受給権者の氏名変更の理由の届け出イコール14日以内、加算額対象者の障害状態該当の届け出、障害基礎年金の受給権者の障害状態不該当の届け出、支給停止事由該当消滅の届け出、個人番号の変更の届け出イコール速やかに、現況の届け出、現況届け、受給権者の生存の事実を確認するための届け出、海外居住者等が対象、生計維持確認届け、障害状態確認届けイコール大臣が指定する日、誕生月の末日、障害基礎年金所得状況届け、20歳前の傷病による障害基礎年金の受給権者が毎年提出、イコール9月30日。厚生年金、事業主が行う届け出、被保険者資格取得届け、被保険者資格喪失届け、被保険者種別変更届、被保険者賞与支払い届、新規適用事業所の届け出、適用事業所前走届、70歳以上被用者該当届、70歳以上被用者不該当届イコール原則は5日以内、船舶は10日以内、事業主の氏名等変更届、事業所の名称所在地等が変更イコール原則は5日以内、船舶は速やかに、事業主変更届、変更後の事業主が行う特定適用事業所該当届、被保険者等区分変更届イコール原則5日以内、被保険者氏名変更届、被保険者住所変更届、被保険者個人番号変更届イコール原則も船舶も速やかに、報酬月額変更届、随時改定、育児、産前産後休業終了時イコール原則は速やかに、船舶は10日以内、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の保険料の半額負担等に関わる同意の届け出、この同意の撤回の届け出イコール原則も船舶も10日以内、報酬月額算定基礎届、定時決定イコール7月10日、事業主代理人選任解任届イコールあらかじめ、厚生年金、被保険者が行う届け出、年金事務所の選択の届け出、任意上事業所勤務の届け出、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の氏名変更及び住所変更の届け出、第4種被保険者の氏名変更及び住所変更の届け出イコール10日以内、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の個人番号変更の届け出イコール速やかに、厚生年金、受給権者が行う届け出、受給権者の氏名変更の届け出、受給権者の住所変更の届け出、老齢厚生年金の受給権者の胎児出生の届け出、下級年金額対象者の不該当の届け出、障害厚生年金の受給権者が配偶者を有するに至った時の届け出、胎児出生による遺族厚生年金の額の改定の請求、遺族厚生年金の執権の届け出、遺族厚生年金の受給権者の氏名変更の理由の届け出イコール10日以内、老齢厚生年金の受給権者の支給停止事由該当の届け出、下級年金額対象者の障害状態該当の届け出、障害厚生年金の受給権者の障害不該当の届け出、支給停止事由消滅の届け出、個人番号の変更の届け出イコール速やかに、現況の届け出、受給権者の生存の事実を確認するための届け出、海外在住者等が対象、生計維持確認届、現況届が不要な場合でも提出要、下級年金額対象者がある場合に毎年1回誕生月末日にはがきで提出、障害状態確認届、現況届が不要な場合でも提出要、一定の障害がある受給権者が指定されたとし、1から5年ごとに提出、イコール大臣が指定する日、誕生月の末日、生計維持確認届は、年金が全額支給停止とされている場合や裁定が行われた人から1年以内に指定日が到来するときは、提出不要、憲法、事業主が行う届け出で光ディスクで届け出できるものイコール被保険者資格取得届、被保険者資格喪失届、被保険者賞与支払い届、標準報酬算定基礎届、定時決定の届け出、標準月額変更届、随時改定の届け出の場合のみ、被保険者住所変更届、厚生年金、事業主が行う届け出で光ディスクで届け出できるものイコール被保険者資格取得届、被保険者資格喪失届、被保険者賞与支払い届、標準報酬算定基礎届、定時決定の届け出、標準月額変更届、随時改定の届け出の場合のみ、被保険者住所変更届、70歳以上被用者該当届、70歳以上被用者不該当届。